はい、酒好きな俺の飲酒動画を始めていきたいと思います。今回は、これは海外の、生ビールですね。グロール酒。という、プレミアムラガービールと書いてあります。原材料が麦芽とホップ。で、容量が 330ml で、アルコール度数が 5%。原産国がオランダです。で、こちらは山屋という酒屋で購入しました。ちょっとね、山屋にね、最近、欲しい、グラスが欲しくて、行ったんですけど、角瓶の、角ジョッキが欲しくて、どこにも売ってないんで、ちょっと遠出して、ね、山々で行ったんですけど、やっぱ売ってなかったですね。なかなか、あれ欲しいんですけどね、ハイボールジョッキね。ハイボールのジョッキ。それは乾杯。結構美味しいですね。ラガー。グロール酒。暑くなってきたら、これコロナビールみたいな、結構薄めのっていうか、アメリカンラガーっぽい。味ですね。結構酸味が強い。かな？ グロール酒は、オランダのビール会社。および同社が製造販売するビールのブランド名であると。あ、なるほど。ブランド名なんだね。まあ、これは値段200円ぐらいだった気がするけど、どうだったかな。なんか、カールスバーグビールみたいな、ね、緑色のね、まあ、瓶じゃねえ、缶ですけどね。で、今日買ってきた中で、ちょっとね、変わったね。まあ、俺が以前、ドクターペッパーが好きだと話したんですが、ドクターペッパー以上にですね、非常に癖が強い、まあ、コーラっぽい、飲料があって、そちらが名前が、ルートビアですね。A&W ルートビアという、あれなんですけど、名前なんですが。まあ基本的にアメリカのね、お酒なんですが、お酒ちゃうわ。間違えた。ジュースですね。まあ、ドクターペッパーもあれアメリカのね、もともとアメリカのジュースで日本の方に入ってきてる。まあ日本でも製造されてますけどね。ルートビアも一応日本では製造されてるのかな？ただ、一般的に流通してるのが沖縄だけなんですよね。沖縄県だけで。まあ沖縄って言うとやっぱりアメリカの関係が深いんで。ね、ファーストフード店ですね。に、そのルートビアっていうのが、まあ、こっちで言うマクドナルドみたいなのがあるんですけど、ルートビアの、
お店みたいなのがあって、まあ普通のバーガーショップなんですが、おかわり無料でね、そのルートビアっていうのが飲める。ところらしくて、ね、非常にあれなんですけど、ただそのルートビアっていうジュースがですね、ものすごく癖がありまして、サロンパスの、まあ、疾風のね、香りに、そしてものすごく甘いという。甘さとプラス湿布の香りするっていう。簡単に言うと湿布味のコーラみたいな感じなんですね、うん。ただですね、俺も最初飲んだ時はクソまずいなと思ったんですけど、なんか徐々にですね、ハマってくるものがありましてですね。うん。それで最近ちょっと飲みたくなってきて、ネットで買おうかなと思ったんですけど、ヤフオカなんかでね、買おうかなと思ったんですが、ちょうどね、今日行ってきた、まあ、山屋に。あそこ結構輸入のね、商品もいろいろ売ってたんで。まあそこに売ってたっていう。ね。ので、まあ。うん。という感じですね。まあただこの、そのね、ルートビアっていうのは、非常に癖が強すぎてですね、本当にね、ドクターペッパーなんて目じゃないぐらいのね、うん。本当に。もうドクターペッパーなんて目じゃないぐらいのね、癖が強いね、ジュースなんでね。まあただそれだけにちょっとね、まずいっていう人はほんととことんまずいって言うけど、なんか、ハマってくると癖になってくるよね。なかなか。ドクターペッパー以上に癖になってくるっていう。ね、癖のある飲み物なんで。まあ、まあ、ほとんど売ってるとこは少ないと思いますけどね。ルートビアという名前なんですけど、ビールではなく、普通の、ね、ジュースですね。うん。まあ、そこに、そういえばあるな。2本買ったんです。これですね。この表っていうか、まあ、ここに A&W って書いてあって、ここにちっちゃくルートビアって書いてあるんですけど、こちらですね。が、まあ、これは、原産国アメリカ。うん。多分日本製のやつもあるとは思うんだよね。わかんないけど。でね、このね、ジョッキも欲しいんですよね、これの。この、ここのマークがついたジョッキがあるんですけど、それもちょっと欲しいな、という感じで。うん。まあ、これなんですけどね。あ、本当に。まあ、俺最初に飲んだのがこれの A&W って書いてあるやつじゃなくて、なんかこれ数種類あってね、主に日本で売られてるんだと、これの他に、ダッズルートビアっていう、ダッズっていう種類があって、そっちの方がね、ものすごいんですよ。こっちよくはるかに、ね、ちょっと、癖が強い、サロンパスの香りがものすごいのがあるんですけど。うん。まあ、そっちはかなりマニア向けです。こっちだとまだ飲める方。結構飲みやすい。こっちの方はまだ。ね。まあこちらね。まあ A&W とかってググると出てくるんですけど。まあこういう、この A&W っていうね、ファーストフード店がね、日本では唯一沖縄にあるのもね、なかなかいいなぁと俺は思うんですけど。
しかもね、驚きのことに、この、その A&W っていう、その、ファーストフード店でですね、なぜか、おかわりが無料なのに、SML のサイズがあって、値段が違うらしいですね。何杯でもおかわり無料なのになぜか、でかさで、ね、値段が変わってるっていう、よくわからないシステムらしいですね。どういうことなんだって。それだったら S サイズ買った方が得ですよ、ね。うん。ということです。こちら甘みはそんなにないというか、酸味が強いね。香り。まあ、香りはでも普通ぐらい。まあ、いわゆるアメリカンラガーですね。まあ、暑い時に飲みたくなる。癖のない。こちらはね。非常に癖がなく、飲みやすいというか、まあ、コクがない。とはコクがない。でもまあ値段的に見ても、まああんまりな。いわゆるアメリカンラガー的なね、商品だったら別にわざわざ、ね、山屋のこんなの買う必要ない。普通に、ね、売ってますからね。コロナとかバドワイザーとか、あと、ね、ハイネケンとかね。ああいうのだと大体味は変わんないと思います。2233です。ご視聴ありがとうございました。